様も秋葉様もお部屋にはおられないようです。やはり町の方に向かわれたのでしょうか。そのようですね。もうお二人とも体調が芳しくないのにご無理をなさるんですから。夏場ですし、四季様が貧血気味なのは知っていましたが、秋葉様も夏風邪でしょうか、姉さん。え？いえいえ、四季さんはいつものことですが、秋葉様は逆ですよ、逆。ま、ここで心配していても始まりません。私たちのお仕事はお屋敷の手入れとお二人の健康を守ること。つまり。承知しています。職務からは少々逸脱しますが、私たちも町に向かい、陰ながらお二人をお助けいたしましょう。おやおや、四季さんはともかく、秋葉様はちょっと違うんですけど、ま、楽しそうだから黙っているとしましょうか。私でよろしいのですか？始めますか。ラウンド1ファイト。ご案内します。危ない。もう一度行きます。覚えろ。えいやってくれますね。やりますね。不覚です。嫌な性格です。満足いただけたら、はい、お掃除終了です。ラウンド2よろしくファイト。不覚です。やりますね。終わりですか。不覚です。やりますね。見切りました。嫌な性格です。逃がしません。まだまだです。屈辱の状態です。チャンネルはそのままです。ラウンド3ファイト。失礼します。お客様、お帰りです。ええ、勢いをつけるにはちょうどいい相手でした。では行きましょう、ヒスイちゃん。しかし、なぜシエル様がここに？失礼いたします。分割思考起動。ラウンド1ファイト。あなたはダメージです。潰れなさい。戦闘再開します。Yeah!
3ファイト。ご案内します。戦闘再開します。ヒスイルー本日推奨派なんだねえ。卵返しご覚悟。ご覚悟わからなんのごゆっくり反省してくださいね。はい、ヒスイちゃん、勝者の一言。勝利の部位です。お掃除かわいらしい命粉々にしてあげる。ラウンド1ファイト。よっしゃ、いいわ。ご案内します。そーらそーら抜けろ。あなたはダメージ効かないわよ。抜けろ。私の負けですって。ほれ直してくださいました。メスお任せー。ダーファイト。ダーさあ収穫時間ですよ。そーら。私の負けですって。満足を反省してくださいね。ラウンド行きます。3ファイト。ミラメイド。ご案内します。いいわ。私の負けですって。ほれ直してくださいました。姉さん、怪我はありませんでしたか？大丈夫よ。けど今回はちょっとヤバかったね。はい、姉さんもお疲れ様でした。ここは空港ですか？ずいぶんと遠くまで来ちゃいましたけど、ヒスイちゃん、道こっちで合ってるんですか？迷いました。え？姉さんが迷いました。四季様らしき人影を高層ビルで見かけたと情報を手に入れたので。確かに赤信号に10連続捕まってこうイライラしてアクセルターンとかかましましたけど、基本近道になったはずです。赤信号にぶつかるごとにターンするのはどうか。大丈夫。道に迷った時は人に聞けばいいんです。ほら、ちょうど人がやってきました。君たちは善良な市民ではないようだな。特にそちらの着物の方、
見るからに怪しい。手洗いが話を聞かせてもらおうか。あ、いえ、なんでそういう流れになるんですか。唐突ですが、私的には納得のいく流れかと。姉さんは日頃の行いをもう少し改めてください。ラウンド1。お任せよ。ダッシュ。やるな。ラウンド1ファイト。なかなかやるな。よいしょ。これくらい丁寧に。卵返し。よいしょ。卵返し。私怒りました。そんなに氷がさ。ごゆっくりお休み。はい、お掃除終了です。メス、あとはよろしく。ファイト。そんなもの。気をつけ。まだまだです。大きくなれ。危ない危ない。氷が強。
サンダリッラウンド4ファイト行きます。それで投げます。やっと返し、うざおかけにも、そう、そんなに花がけおかけにも、はい、私怒りました。おやめください。はい、どう、私たちの勝ちですか。勝ちも勝ち、間違いなく大勝利よ、ヒスイちゃん。はい、なんだか恥ずかしいですね。私でよろしいのですか。くれないよね。ラウンド。スイちゃん交代。女中さんは侮ってはいけません。何しろ私たちはあのアキハ様のいじめに日夜耐えているんですからね、ヒスイちゃん。姉さん、また後で怒られそうな発言。開幕と行こう。私でよろしいのですか。交代で。ファイト。
そうだ。失礼する失礼する失礼する。さあ進化する時間です。満足いただけたでしょう。お掃除終了です。ダウンロード2ファイト。なかなか巻いたな。やったな。失礼する失礼する失礼する。それでは無理だ。それでは無理だ。なかなか。ご案内します。なかなか。あなたはダメージです。失礼する失礼する失礼するよ。もう一度です。おやめください。あなたをリベンジです。反省してくださいね。ダウンドスリーファイト。残念。キャスト。なかなか。油断した。よそだ。失礼いたします。はい、お掃除終了です。ニューウィン。業務完了です。失礼をお許しください。ううん、素敵よ、ヒスイちゃん。仕事とあらば誰であろうとお掃除するところ、お姉ちゃん大好きです。あなたたち、また懲りずに私を追いかけてきたのね。悪いことは言わないから、怪我をする前に帰りなさい。申し訳ありません、秋葉様。使用人の分を超えたことだと承知しております。ですが、お二人の体調が優れないと聞いて、じっとしていることもできなくて。え？体調が悪いって、私が？そんなわけないでしょ。バカ言わないで、ヒスイ。調子が良すぎて逆に困ってるぐらいなのよ。はい。ですから、それが芳しくないんです、秋葉様。四季さんはこの霧に当てられて貧血になってますけど、秋葉様の場合、高揚しすぎて耳外しそうなんじゃないですか？もしかしてもう何人か手ごめにしちゃった後だとか？え、そんなことはないけど。ちょっと気力が充実していて、気を抜くと歯止めが効かなくなるだけよ。別にあなたに心配されるような状態じゃないわ。怪しいですね、秋葉様。実は自覚あると見ました。遠野家のため、ひいては最後に被害を被る四季さんのため、ちょっと身体検査をさせていただきますね。必要ありません。帰りなさい、琥珀。それ以上近寄ると怒るわよ。確かに秋葉様の様子はおかしいです。姉さんがたまには迷水入りです。ラウンド1ファイト。まだです。よろしくて。どう？どう？逃げ場はなくて頑張りますか？どう？どう？舞い上がりなさい。まだです。頑張りました。行きます。
少しずつ。どう？お気をつけて。今だけ。サタデーナイト。失礼します。お願いします。こちらです。ごゆっくり。チャンネルはそのままです。ラウンド2。ファイト。やってくれたわね、二人とも。減給は当然として、その体も残った有給も木っ端みじんになる覚悟はあって。ちょっと待った、意義ありです。今まで有給なんて使わせてくれなかったじゃないですか、アキハ様。姉さん、その話は後に。アキハ様、これは一体どういうことなのですか。まさか、四季様が…兄さんの居場所ならこっちが知りたいぐらいです。せっかくタタリを倒してパワーアップしたのに、肝心の兄さんがいないなんて。東大元暮らし、四季様のお屋敷の地下でゆっくりお休み中ですよ、アキハ様。なんですって？告白、あなた。アキハ様が怪しげな霧にたぶらかされそうだったので先手を打っておいたんです。今のアキハ様と出会ったら、シキさん、昔のシキさんに戻っちゃいますからね。兄弟で殺し合いなんかしないよう、使用人として手を尽くさせていただきました。さすがね、琥珀。真っ先にあなたを黙らせておくべきだったわ。姉さん、
キハ様が良くないものに疲れていると知っていたのなら、まずアキハ様をお助けするべきだったのでは。無駄よ、ヒスイ。琥珀にそんな常識を期待しちゃう。この女はね、楽しければ何だっていいって性格なんだから。そんな誤解です。アキハ様、アキハ様に取り付いたたたりは力ずくでないと取り除けないと知って、私はいい機会だから、私の悪役になるまで放置して思いっきり叩いたり蹴ったりしたかったかしら。ギギ、バレてる。そんな、アキハ様ったら、たたりの影響で独身術までマスターしちゃうなんて、ますます人間離れしていきますね。キャーいい機会はこちらの方です。覚悟なさい、琥珀。今日こそ白黒つけてあげます。レイさん、巻き添えです。ダウンのお任せよろしく。ファイト。もう怒りました。無駄よ。行くぞ。どうしたの？やられました。やられました。行く。やられました。出番あるね。アークドライブ停止。満足いただけたでしょ。お掃除終了です。ダウンの2ファイト。てややだいてややいくてやや。屈辱。これ直してくださいました。ダウンの3ファイト。シラフ、おやめください。ご案内します。そこまで。様も元通りで、町の平和も守られました。申し訳ありません、アキハ様。後ほど姉さんと一緒に謝りに行きます。と、そういうわけだったんです。シキさん、すべては町の平和のため。後で怒られると分かっていながら、私は心を鬼にして、アキハ様で、アキハ様にシンクを持っていただいたんですよ。いや、まあ、やり方に問題があったみたいだけど、終わり良ければ全て良しとも言うし、いいんじゃないかな。誰も犠牲者は出なかったんだし、二人とも無事帰ってきたんだし。それで、ヒスイ、アキハは？はい、今もお部屋でお休みになっておられます。あと半日もすれば、目を覚まされるかと。そっか、アキハも無事なら文句のつけようがない。まあ、アキハが起きたら大変だろうけど、3人がかりならフォローできるかな。シキさん、話が分かります。シキさんが協力してくださるなら、永久凍土並みに固くななアキハ様も一撃です。そうですね、もしかしたら逆に喜んでくれるかもしれません。はい、そんなわけで事件解決。
四季さん、秋葉様ったら。はあ、まあ二人が楽しかったのならそれでいいのかな。はい、結局姉さんは秋葉様を助けたかっただけですか。